今回は浮気関係のスカッとするお話を2本ご紹介します。最初のお話はこちら。俺と嫁は2人で暮らしていた。俺と嫁は数年前に知り合って結婚した。嫁のお腹の中には俺たちの愛の結晶が宿っていた。俺と嫁が出会ったきっかけは、俺の家の近所にあったカフェの店員が嫁で、常連だった俺は親しくなり、そのまま交際へ発展してゴールインした。嫁は年下で可愛らしく明るい性格に惹かれたのだが、結婚する時は誰もが羨んでいた。俺は仕事が忙しかったから残業が多かったりしたけど、嫁はご飯を作って待っていてくれたりした。嫁も仕事は続けていたけど、休みの日を合わせてくれて一緒に買い物に行ったりと、本当に幸せな結婚生活だった。結婚して1年ぐらいして嫁の妊娠が分かった時には俺も大喜びした。仕事柄、出張も多かったし、たまに海外出張もあったりしたので、なかなか子作りというタイミングがなかった中での嬉しい報告だったからだ。きっとタイミングが良かったんだね。それにお互いに愛してるっていう気持ちが強かったんだよ、なんて嫁から言われたりして、俺も幸せ者だなってのろけてた。そんな幸せな毎日を過ごしてたある日、俺は地方に泊まりで出張に出ていたのだけど、順調に仕事が終わり、予定よりも早めに家に帰宅することができた。いつもだったら帰宅する前に嫁にメールをしておくのだけど、この日は突然帰って驚かせてみようと思い連絡はしなかった。きっと予定よりも早く帰るから喜んでくれるだろうと、家の玄関の前で地方のスイーツのお土産を片手にニヤニヤしていた。そしてこっそりと玄関のドアを開けた。入ってすぐに俺のものではない男性のスニーカーがあることに気づいた。あれ、誰か来ているのか、ちょっと不安になりながら家の中を伺うと、かすかに声が聞こえてきた。だが聞こえてきた声は話し声や笑い声ではなく、嫁の喘ぎ声だった。声が聞こえてくる寝室に忍び足で向かい、恐る恐るドアの隙間から中の様子を伺った。そこで見たのは、行為真っ最中のお腹が大きくなった嫁と、嫁の職場のカフェの店長だった。俺は目の前で行われていた状況を理解できなかった。いや、理解しようとしなかったのだと思う。もうすぐ子供を産もうとしている妊婦なのに。お腹の子に何かあるといけないから、生まれてくるまでは夜の夫婦生活はなしね、なんて言われていたのもある。俺も妊婦相手は不安だったし、本当にお腹の子に何かあったらいけないと思っていた。そんなことを言っていた嫁が、浮気男とこんなことをしているなんて、俺の頭の中は完全にパニック状態だった。本来ならば、ここでドアを思いっきり開けて、現行犯で取り押さえるのだろうが、気づいたら俺はそのまま黙って家を出ていた。きっと、根性なしだとか、情けないと言われるだろうが、その時の俺にはこうすることしか、できなかった。あんなに大好きで愛していた嫁。仕事が遅くても起きて待っていてくれて、美味しい料理と笑顔で迎えてくれた嫁。そんな嫁が浮気をしているという事実を受け入れることができなかったんだと思う。家を出て鍵を閉め、そのまま俺は出張から帰ってきたままの荷物を持ってホテルに向かい、ホテルの部屋でしばらくぼーっとしていた。出張先でトラブルがあり、一週間ぐらい帰れません。としばらくしてから嫁にメールを送ると、お仕事大変だね。頑張ってね。とすぐに返事が来た。いつもなら嬉しいはずの嫁からの返事も白々しく思えた。きっと俺の帰宅が伸びたから浮気し放題で、浮気男と一緒に喜んでいるに違いないとさえ考えるようになっていた。それから一週間、俺は体調不良を理由に会社を休んでいた。同僚からは、働きすぎだよと言われた。ホテルの部屋でこれからどうするか考えた。あの時、現行犯で取り押さえることができなかったから、こうなったら徹底的に証拠を集めることにした。そして、嫁が逃げられないように覚悟を決め、帰宅した。いつもならインターホンを押して出迎えを待つのだが、自分で鍵を開けて家の中に入った。俺が黙って帰ると、驚いた様子の嫁は、お仕事大変だったね。ご飯できてるよ。それともお風呂にする？と言ってきたが、現実感がなかった。目の前にいる女性が本当に俺の嫁なんだろうか。なんて頭の中に白いもやがかかったみたいな感覚だった。俺は嫁の言葉を無視して風呂に入った。風呂から上がると冷蔵庫にあるビールを飲んで、腹減ったな。なんか飯でも作るか。と一人ごとを言ってソファーから立ち上がると、それを聞いた嫁が、ちょっと、何言ってるの？ご飯できてるってば、なんて言って驚いていた。しかしその光景でさえも、あれ、こいつ誰だっけ？と本当に目の前にいる女性が、自分の嫁だと理解できなくなっていた。出張で疲れすぎたのね。と勝手に解釈して、作られたご飯を並べられたけど、正直どんな味かもわからなかった。その後も一緒にテレビを見ていても、嫁の話しかける言葉は耳に入ってこないし、眠くなったと勝手にテレビを消して、一人で寝室に入って寝た。何日か経って同じようなことが続くと、嫁が怒っている様子だったけど、あれ？
こいつは俺の嫁なんだっけ、とその度に思い返す必要があった。なんだか、バーチャルの世界にいるみたいな感覚だった。嫁が本当に存在しているとは思えなくて、銅像とか置物みたいに思えた。おそらく俺の脳が嫁という女性の存在を強制的に排除しようとしていたのだろう。俺の様子がおかしいとは感じていたようだが、自分の浮気がバレているとは気づいていない嫁は浮気男と連絡を取り続けていた。出張に行けばいいのに、お金だけちゃんと稼げば、あとはいらない、と浮気男に言っていた。それから1ヶ月ほどは、浮気の証拠集めの日々だったが、簡単なほどに証拠は集まった。嫁と浮気男とのメールのやり取りや、ホテルに入っていく写真など、その間にも嫁のお腹の子は大きくなり臨月を迎えていた。お腹の子のことを考えると、あまりショックを与えるのは良くないと思い、無事に生まれてくるまでは我慢してました。この時には、嫁の体の心配というよりも、子供が無事に生まれてきてほしいという願いだけだった。そして、無事に生まれてきた子供を抱き上げた瞬間、本当に俺の子供か、と今度は疑念が出てきた。その後、子供の血液型が俺と嫁との間ではありえないものだと分かった瞬間、俺は嫁と浮気男を呼び出して、浮気の証拠を突きつけてやった。嫁と浮気男は真っ青な顔をして俺に土下座をして謝罪をしてきたのだけど、その時にはもう俺の嫁の心はなくなっていた。生まれてきたばかりの赤ん坊には、かわいそうだったけど、俺の子供じゃないから、嫁と赤ん坊は家から出て行ってもらった。義実家に戻った嫁からは何度も謝罪や言い訳の連絡が来たが、俺は一切無視した。浮気男からも示談金を持ってきて謝罪をされた。ほんの出来心でした。申し訳ありません。そう言っていたが、俺と結婚する前から、体の関係を持っていたこともわかっていた。出来心で人の家庭をめちゃくちゃにしていいんですか、とだけ言って追い払い、内容証明と慰謝料請求書を浮気男の自宅宛に送ってやった。その後も嫁は、義両親を巻き込んで、あの手この手で離婚を阻止してきた。しかし浮気という裏切りに加えて、生まれてきた子供は、俺の血を注いでいないという事実を前には、離婚を受け入れるしかなかった。離婚が正式に決まると、義両親の援助だろう。すぐに慰謝料が支払われた。浮気男も結婚していて、子供が二人いたのだけれど、浮気がバレるとすぐに離婚したようだ。もちろん浮気男の奥さんからも、慰謝料と養育費、財産分与などを請求されたから、俺からの慰謝料、請求分も含めると、かなりの金額になっただろうな。離婚後結局、嫁は浮気男とくっついたようだ。まあ義実家からも追い出されたようだから、行くところもなかったんだろう。数ヶ月後、浮気男のカフェを覗いたら、青い顔をして、げっそうりやつれた姿をして、カフェで働いている姿を見かけた。まあ、生まれたばかりの子供と働けない嫁を抱えて、慰謝料返済の日々苦しいだろうけど、ざまあみろだ。次のお話はこちら。俺には最近付き合った彼女がいる。俺と彼女は、もともと同じ部署で働いていたんだけれど、ある日人生相談ということで、夜に呼び出され、酔った勢いで、体の関係を持ってしまった。その後、彼女に責任を取ってほしいと言われたが、彼女は美人でスタイルも良かったので、すぐオッケーした。付き合ってみると彼女は料理もうまいし、始まりはちょっとあれだったけど、付き合ったことに対して俺は満足していた。だがその半年後に問題が起こった。突然、彼女が俺に妊娠したと言ってきたのだ。正直、俺は妊娠なんて望んでなかったし、何度も彼女に確認してしまった。そしたら彼女は母子手帳を俺に見せてきた。そこには妊娠4週目と表示されていた。そこまでされて、さすがに本当に俺の子か。とは聞けなくて、俺は悩んだ。でも彼女の方は、年齢も俺より少し年上で、同僚との会話の中で、よく結婚したいと言っていたので、このまま結婚しないといけないのかもと思った。そんな彼女は、妊娠をすごく喜んでいて彼女の両親も、孫ができたって喜んでいると言われた。すでに、親には、話してしまったことに対して俺は、とてつもなく驚いたが、彼女の両親の方は早く、二人で挨拶に来なさいとまで言っているようだった。まだ気持ちの整理ができていない、俺に構わず、彼女はどんどん、話を進めていってしまい、仲人の話や、いつ両親に会いに行くかなど、俺にいろいろ言ってきた。しかし彼女を妊娠させたのは事実で、ここで逃げることもできないと頭の中では分かっていたので、せめて誰かに相談したいと思い、先輩に話を聞いてもらうことにした。すると先輩が、晩ご飯、家で食べようと招待してくれたので、お邪魔することにした。そして晩ご飯をごちそうになりながら、ことの顛末を話すと、責任を取るのが筋だと、もっともなことを言われ、そろそろ覚悟を決めなければと思った。
しかし俺と先輩の話を聞いていた先輩の奥さんが話の間に入ってきて、突然彼女のフルネームを聞いてきたので、教えると一言、別れなさい。そのうち子供ができたとか言ってくるよと言われた。まるでエスパーのような言葉に俺は驚き、なんで知ってるんですか、と聞いてみた。奥さんの話によると、彼女は昔同じような手口で子供ができたと嘘をついて結婚の話を進めていたそう。その時は結局嘘がバレたので婚約解消となって結婚の話がなくなったけど、ブランド物を買って散財した借金もあるはずとのこと。だが彼女は母子手帳を持っていたので、それを話すと、名前をちゃんと見た？昔、その手口で結婚を迫った時は、お姉さんの手帳を見せてたって、聞いたわよ。いえ、見てないです。妊娠したってことが衝撃的すぎて。だったらちゃんと確認した方がいいわよ。そう奥さんに言われて、俺は先輩の家で、晩ご飯をごちそうになってから数日後、彼女の手帳を調べてみることにした。彼女の家に泊まり、彼女がお風呂に入っている間に、カバンの中から、こっそり手帳を盗み見ると、確かに彼女の名前が記されていた。もうこれは決定だなぁと思い、後日再び、先輩宅に行った時に報告すると、先輩の奥さんから、最後に聞くけど、いつから付き合ってるの？と聞かれたので、正直に半年くらい前からだと話した。すると奥さんが、うーんと何か考える素振りを見せたが、先輩は、もう引っかき回すようなことはよせよ。すまないな。と言って早々にその話を終わらせた。先輩の奥さんの態度が気になったけど、確かに妊娠はしていたし、ちゃんと自分と向き合うべく気持ちを切り替えた。すると翌日、今度は先輩の方から俺を呼び出してきた。俺は何かあったのかと思いながら、先輩の家に行くと、座って早々に一枚の写真を見せられた。この人見たことない？え、見たことって、写真でしかないけどあるよ。これ彼女のお兄さんでしょ？え？すると奥さんがため息を吐きながら、やっぱりと言った。そして、この写真の人物の正体を奥さんが教えてくれたんだけど、俺が彼女の兄だと思っていた人は、俺たちと同じ会社に所属していて、今はヨーロッパ支社にいる営業マンだということが分かった。しかも奥さんは、この男こそが彼女のお腹の中の父親だというのだ。もう何が何やらわからない俺に、奥さんは一つずつ丁寧に教えてくれた。どうやらこの男は、ヨーロッパから3ヶ月に一度会議に出席するために、本社に戻ってくるそうだ。そして彼女はちょうど半年くらい前に、自分の同僚にこの男と付き合っていることや、結婚するかもしれないという話を自慢していたらしい。え、ちょっと待って。半年前って、俺と付き合い始めた頃なんだけど、と俺が言うと、でしょ？なんか変じゃない？と奥さんも言った。それから、その営業マンが最後に本社に戻ったのが1ヶ月前で、彼女の妊娠が今4週目。だから計算もアウトのこと、唖然としていると奥さんは、突然彼女に電話をかけ始めたと思ったら、電話に出た彼女に向かって真っ向から。あなた、お腹の中の子供は営業マンの子供でしょ？嘘ついてるわよね？と本題をぶつけて、先輩と俺はびっくりした。どうやら電話の向こうで彼女は否定しているようだったが、奥さんは営業マンと付き合っていることを自慢していたことなどを言いまくってた。そして自分が言いたいことを全部吐き出した後、俺に代わりなさいとスマホを渡してきた。すると電話の向こうで彼女は泣きながら、お腹の中の子供は俺の子供だと訴えた。でも俺がどうして営業マンの写真を自分の兄だと嘘をついたのかと聞いたら、彼女は黙ったので、それが全てだと思った。結局その日はそれで電話を切ったんだけど、どっちにしろ彼女のお腹の中には子供がいるし、はっきりさせなければならないので、後日彼女の家に行った。俺が部屋に入ると、彼女は静かに座ってて、俺が最後に営業マンと会ったのは、いつだと聞いたら、ぼそっと1ヶ月前だと白状した。なので、そのままの勢いで営業マンと体の関係を持ったのかと聞くと、静かにうなずいた。じゃあ、やっぱりお腹の中の子供は営業マンの子供なんだな。違う、あなたの子供よ。なんでそう言い切れるんだよ。あなたの子供じゃないとも言い切れないでしょ。同じようなタイミングでしたんだから、あなたの遺伝子も入ってるわよ。と逆切れし始めた。だがここで俺はあることを思い出した。実は彼女は手帳にいつ俺としたのか書く癖があったのだ。なので彼女に手帳を見せてほしいと言ったら拒否する姿勢を見せた。だが彼女は俺とした日に丸をつけて安全日など生でした日には×印をつけていた。だから手帳を見れば確実なことがわかると思ったのだ。
だが彼女はめちゃくちゃ嫌がり、手帳を俺に渡そうとしなかった。だけどどうしてもはっきりさせたくて力ずくで手帳を取り上げ確認した。すると俺とした日には丸だけ書かれていて、営業マンとやった日には生でした日などの罰印が付けられていた。やっぱり子供は俺の子じゃないよな。確率からしても圧倒的に営業マンが父親の可能性が高い。なんなら子供が生まれてから DNA 検査してもいいけど。と聞くとやっと彼女は関連した。どうやらその営業マンは彼女と関係を持っていたが、優秀な人だったので社長のメイとの結婚が決まっていて捨てられたらしかった。だから俺を騙して俺と結婚すれば全部丸く収まると思ったらしい。その後も彼女は、あなたと二人なら絶対幸せな家庭を築けるはずよ。だからお願い結婚してとか言っていたけど、浮気しておいて了承するわけがない。俺たちはまだ婚約とかもしてなかったので、その後俺は速攻で彼女と別れた。子供のことは彼女と営業マンの問題だしね。その後、なんと彼女が俺との結婚に失敗したことで自暴自棄になったのか、はたまた営業マンだけ幸せになるのが許せなかったのか、社長と営業マンの両親に全部暴露したようだった。当然社長はカンカンになって営業マンをぶん殴り、メイとの結婚の話はなかったことにされ会社をクビになった。もちろん社長の名の結婚を破談にしたってことで彼女もクビになっていた。その後すぐに彼女は会社を去っていき、俺に何度かやり直してほしいって連絡が来ていたけど、それも全部スルーしていたら、いつの間にか自分の実家に帰ったって風の噂で聞いた。子供には罪はないので無事に生まれてほしいと思うけど、あの時先輩に相談して奥さんが話に割り込んでくれなかったらマジで大変なことになっていたと思う。女の勘は鋭いって言うけど、今回はそれを身をもって体験したよ。本当にいかがでしたか。浮気をして調子に乗りすぎてしまった女の哀れな末路でした。